というわけで納骨堂に来ました。でも夜はね、真っ暗でね、あんまし怖いっていう感じがないんですよね。もう全く何も見えないですから。このお墓とかも古いよね。もう超普通に虫、そりゃだってライトやっといて寄ってくる。今日はちょっとまた改めて行ってみようかなと思います。まあこの辺ね、お墓がすごい多いんですよね。神社仏閣関係のお墓がこの東山というかこのエリア多いんですよね。もともとは僕もこう来た理由って、もう防空壕を探そうっていうことで東山一帯をずっと歩いてたんですけど、もうほとんどがね、その山の中はお墓かなと思います。で、納骨堂もねすぐそこなんですよね。このお地蔵さんが2体あるんですよ。1体と2体に挟まれた先にちょっとなんか変な匂いが。ここめちゃめちゃね、人が訪れる場所なんですよね。 YouTube とかで納骨堂廃墟です。で、実際中入ったりとかそういう感じなんですよね。立ち入り禁止の、プレートっていうか看板とかないので、こんな感じです。まあ、なかなか昼間にね行く人はいないかなと。大体夜なんですよね。
これ納骨堂です。で、骨壺みたいなのがね、中にあります。真ん中にで、この右側とかのこの骨を、ね、入れる壺を入れるロッカーみたいな感じです。で、この下とかね、ずっとなんか白いものがねあるんですけど、ちょっと見えないかもしれないですけど、なんか骨とかいう話なんですよね。こんな感じになってます。これ街灯だったんでしょうね。夜でも行けるような感じだったんですかね。で、まあ、なんか話によればこの先ずっと行ったところになんかお寺があるみたいですね。なんかそういうのがあるらしいです。だいぶ先です。で、ここにあるとそんなに、遠い距離ではないですね。ここにもう入ってすぐです。でも夜行った時はね、長く感じるんですよね。足元がねすごい悪いので。あんましね、いい雰囲気ではないですね、違いなく。まあ、ただ納骨堂がね、まだ残ってると、廃墟として取り壊さないまま、まあなんかあるんでしょうかね。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。